菅野美穂は日本の女優、タレント。本名、坂井美穂。愛称は、菅ちゃん、菅野ちゃんなど。埼玉県坂戸市出身。県音所属。夫は、俳優の坂井正人。1992年、中学3年生の時に、テレビ朝日のバラエティ番組、桜っ子クラブの番組内ユニット、桜っ子クラブ桜組のオーディションに合格して、芸能界デビュー。 同番組のレギュラー出演を継続しながら、テレビドラマや CM、雑誌のグラビアなど徐々に番組の外での活動を増やしていく。1993年、ツインズ教師の生徒役で女優デビュー。1995年には NHK 連続テレビ小説、走らんか、の順守役に抜擢。そして1996年、テレビ朝日、イグアナの娘で主人公、 青島リカ役を演じ、演技力が高く評価される。1997年末のテレビ朝日系、君の手が囁いているでは、聴覚障害者が困難を乗り越えて、家庭を築いていく様を演じ、人気女優としての地位を確立する。同番組は1998年第15回 ATP 賞のグランプリとなり、関路も1998年エランドール賞、新人賞の 第3回大賞を受賞する。また、2001年末にかけて、前後編の続編が、毎年制作された。1997年8月22日、20歳の誕生日にヘアヌード写真集、ニューデティを発売。記者発表の席で唐突に涙を見せたり。 事前に内容を暴露した週刊誌を批判したりする騒動も起きたが、写真集は出版科学研究所調べ2003年6月までの集計で54万部、一節には82万部のベストセラーとなった。一方でソロでの音楽活動も行う。1995年3月に恋を使用。で、歌手デビューし、翌年にかけて定期的にシングルをリリース。 2000年には、ドラマ、愛をくださいの役名、破水初夏名義でリリースした、ズー愛をくださいが50万枚を超える大ヒットとなるが、以後のリリースはない。2003年6月、ドラマ、大奥で、天章院厚子役で主演。初の時代劇出演を果たし、新境地を開く。その後は、時代劇にも出演していく。2004年に放送された、テレビドラマ、 愛しくへでは、フジテレビ月曜9時枠の連続ドラマに初主演した。一時期、バラエティ番組への出演は純レギュラーのフジテレビ、サタスマのみだったが、2005年4月より、同局のブログタイプでレギュラー出演し、再現 VTR でミニドラマを演じた。2006年4月に谷プロモーションから検温に移籍。2009年8月、 24時間テレビでチャリティパーソナリティを務めた。2010年10月ドラマ、ギルティ悪魔と契約した女に主演。連続ドラマでは1999年の恋の奇跡以来、11年ぶりに悪女役を演じた。2013年3月、映画、大奥永遠、エモンサ、綱吉編での共演をきっかけに交際していた、俳優の坂井雅人と婚約していることが、 所属事務所から明かされ、同年4月2日に婚姻届を提出した。2015年5月4日、第一子を妊娠していることを報告。8月13日、第一子男児を出産。2018年7月18日、第二子を妊娠していることを報告。12月3日、第二子女児の出産を報告。現在過去、ラジオドラマ恋を使用。太陽が好き。 負けないあなたが好きあの娘じゃないズー愛をください。ハスイシュなつめありがとうございます。